日銀の黒田総裁が再任されるという見通しですね。副総裁には若田部さんっていう早稲田の先生がなる予定ですけども、この人は名誉職みたいなもんで、実質的には黒田さんが再任されたということが大きいと思うんですね。これはっきり言って代わりの人がいなかったんだと思うんですよね。もうここまでマネタリーベースが500兆円近いところまで積み上がって、国債をこれだけ買ってですね。で、これここから出口、いわゆる出口で退却するっていうのは他の人にはできないだろうと。で、この黒田さんがやってきた政策っていうのは、もう6回もですね、インフレ目標延期して2%に全く届かない。金融政策としては全く失敗してるわけですけども、失敗してる割にはなんとなく世の中ね、景気が温まってきて、それなりにうまくいってるじゃないかという感じありますよね。これは何でなのかと、これ論理的に考えてみると分かることですよね。政府全体としては財政と金融っていう道具があるわけですけども、金融政策はほぼ失敗してるわけですね。インフレによって、その景気を良くするっていうのがアベノミクスだったわけだけど、インフレにはなってない。なのに失業率が下がったり雇用が良くなったりしてると。それは何でかっていうと、財政のおかげだっていうことになりますよね。つまり消費税を増税延期したりですね、教育無償化とかいろんなこと言って、その財政を追加支出すると。で、そうすると国債の発行が増えるわけですけども、それは日銀がどんどん買うから金利は上がらないと。金利上がらないから安倍さんは増税何回も延期してですね、で、いろんな補正予算とかね、いろんなことやって、 要するに大きな政府にしようっていう発想ですよね。で、大きな政府を結果的に日銀が支えてると、いわゆる財政ファイナンスで支えてると。で、こういうことやると、そのうちすごいインフレになったりして危ないよということを経済学者の人はみんな言ってるわけですけども、意外にそうならない。金利はもうね、マイナス金利とかなって全然上がってこないと。で、今はうまくいってるように見えるわけですね。そういう意味ではこれなんでそうなってるのか、もう一つ分かんないんだけども、そのある種のギャンブルですよね。つまりこれどんどん国債発行してね、日銀がそれどんどん買って、ほんで金利上がんなかったら別に結果的にそれでいいじゃないかと。今までの常識だとね、そういうことやると危ないと言われたんだけど、どうも常識と違うことが起きてると。だからそれはね、その金利がもし上がってインフレになるとかいうことになってきたら、それこそ2%で止めればいいじゃないかっていうのが多分安倍さんの発想だろうと思うんですよね。で、黒田さんはもうちょっと違う発想だろうと思うけど、いずれにしても2%にインフレにならない段階ではこのギャンブルは成功しているように見えるわけで、これはある意味で一か八かのギャンブルですからね。うまくいけば、このまま安倍さんの次の任期もあるとしたら、あと3年ぐらいね、うまくいけばいいんだけど、これ失敗すると相当ひどいことになるわけですよね。ひどいことになるときっていうのは、要するに金利がドーンと上がる、つまり国債暴落するってことですよね。これはその2%のインフレ目標なんかで抑えられない可能性がある。で、そのリスクは日銀の人はもちろん知ってますよ。でも、おそらく安倍首相はあまり考えてらっしゃらないんじゃないかと。そういう意味ではこのギャンブルはかなり危険なギャンブルに黒田さんの2期目はなるんじゃないかなという感じがします。